ダイヤモンド DA42 のコックピットに搭載された G.00 ガーミン G1000 はスイスのガーミンによって開発された航空機用のグラスコックピットシステム。型番は 010G.00 から00。ガーミン G1000 には2つの大きなディスプレイが搭載され、片方はプライマリフライトディスプレイ、もう片方はその他の情報を表示する多機能ディスプレイとなる。 二つのディスプレイの間には無線装置パネルが組み込まれている。プライベートビジネスジェットなどにはさらに以下の追加のユニットが装備される。ちなみに PFD と MFD の両方には SD メモリーカード専用スロットがあり、ジェプソンの航空ナビデータを28日ごとに更新するために使用できる。航空ナビデータはイファー飛行において重要な役割を果たすため、 常にデータを最新に更新することが求められる。G.00 の PFD-PFD には、姿勢指示器、待機速度計、高度計、ヘディングインジケーターなど、基本的な飛行計器がディスプレイ上に表示される。また設定で左下にミニマップを表示することもできる。PFD ボタンを押せば、トランスポンダにスコークコードを設定したり、 フライトプランの入力及びアクティベートが可能。また、MFD 側に故障が起きた場合、PFD 側に情報を表示する復帰モードもある。MFD には、デフォルトでは右側にマップ、左側にエンジン系統のステータスが表示される。あらゆる表示機能は、右下にあるつまみを回してアクセスすることができる。従来のクラシックコックピットから現代的な、 グラスコックピットシステムに移行するためには、パイロットがシステムに慣れるための訓練が必要となる。g 1 0 0システムを採用した航空機を所有している大半の航空会社は、定められたトレーニングプログラムが用意されている。ただし、これからパイロットを目指す初級ビギナーには適さないとされている。また他にも g 1 0 0シミュレーターソフトもあり、一部のフライトスクールでは、 G.00 飛行訓練装置を備えた学校もある。G.00 の取扱説明書はガーミンの公式サイトから PDF 形式で無料でダウンロードできる。ありがとうございます。